お疲れ様です。失礼いたします。ですね、今回はですね、タティ&キングの、ネックレスをご紹介したいと思っております。ですね、今回はですね、あまり正式名称とかあまりちょっとね、いろいろ変えすぎまして、ちょっと覚えてないんですけど、ウワキン、ハート、フェザー、LL なのか L なのかちょっと忘れましたが、特大の方を、購入いたしましたということで、ご紹介していきたいなと思っております。ですね、本当は今組み合わせてるのはプラビーズ、プラチックのビーズですねを入れておりまして、そこにハイバーモデルのシルバーメタルと、でゴールドのチビメタルですね、こちらの方を入れて使っております。そうですね、比較的にもう軽くて、非常に軽くて、使ってるんですけども、でその時の洋服に応じて使わさせていただいております。そうですね、紐もね、いろいろと持ってるんですけど、鹿紐もいろいろと持ってるんですけども、僕前の動画でも言いましたが、本当組み合わせが下手くそで、こういった形のシンプルな形にどうしてもなってしまいますので、その点は本当に申し訳ございません。ですね、購入に至った経緯なんですけども、かなり前の動画ですかね、タティ&キングのブレスレットの紹介をしたときに、メーカーさんがつけてはったということで、それで購入に至ったっていう経緯なんですけども、その方におすすめされたのも、こちらもそうですね、おすすめしていただきました。で、そのメーカーさんはその、ですね、タティ&キングには別に関係のない方でして、ですね、インポートもののものですかね、インポートもののブランドのものを検品してた時にですね、タティ&キングのよく話をしてたんですよね、検品中に。で、それもゴローズですかとか、ゴローズですかとか、いう風な話も言ったわけですよね。僕自身も言ったわけですよ。本当は言ってはいけないような雰囲気もあるんですけども、タティ&キングなんですっていうことで、で実際に、手に取って見せていただいて、それで上金ハートの方の金の方ですかね、こちらの方をつけておりましたので、で触らせていただいて、買わせていただきました。その方は本当ね、フェザーとか、ブレスレットとか、リングとかつけておりましたので、そこまで何個もつけるような感じでもなく、本当ラフな感じでつけておりましたので、それがねやっぱり僕もね刺激を受けまして、買うことに至ったんです。その方がいなければ、そうですね、ですね、購入には至ってはおりませんでしたね。
で今こういう風に組み合わせてやってるんですけども、まあ楽しいですよね、ぶっちゃけ。そのこうやって組み合わせしてどういう風にしていくかとか、チェーンにするのか、それとも鹿紐でいくのか、ビーズを通していくのか、いろいろと楽しめることが本当魅力的で、ネックレス類はタディとかですね、そうですね、楽しんでよく、組み合わせてはまたバラしては組み合わせてはバラしては繰り返しで楽しんでおります。で唯一 こちらの方はちょっとバラしてはいなくてですね、本当に楽しみ持って使っております、で先金の方もあるんですけども、まだねそちらの方はまた別の動画で載せていけたらいいなと思っておりますので、そうですね、今回はこちらの上金ハートの、フェザーをご紹介いたしました。でプラビーズも大好きでね、いっぱい持ってるんですよ、プラビーズも。そちらもなんか紹介できたらいいなと思ってはおります。そうですね、今回はタティ&キングのフェザーネックレスをご紹介いたしました。ですね、まだですね何かありましたら動画をアップしていきたいと思っておりますので、何卒応援の方よろしくお願いいたします。もう今日一日本当にご苦労様でした。本当お疲れ様でした。本当にまた気軽に見ていただけたら幸いです。本当にお疲れ様でした。今日一日ありがとうございました。失礼いたします。ありがとうございました。